こんにちは、どうも、ボッカンと申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、明日月曜日にね、ログインボーナスとして配布される、スペインリーグスペイン星5のねスカウトを使って、獲得できる黒玉選手、総勢ね、ここまでか、手足定義までですね、総勢23人の、スカウトの組み合わせをご紹介していきたいと思います。はい、クリスティアン・ロナウドから手足提言まで一気に23人ご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、まずは、ロナウドの組み合わせからいきたいと思います。リーグスペイン、185センチ以上、ラボーナですね、これで確定します。ちなみにこちらの185センチ以上、以前にね、まあ、ログインボーナスとしてね、これ配布されたことがあるんで、これもし使ってない方がいたら、リーグスペイン185センチ、そしてラボーナで一気に確定します。もしくはね、ここをね、まあ能力ジャンプ、どこだ、ジャンプはこっちですね。はい、ジャンプ、そしてラボーナでもいけますし、エラシコなんかでもいけます。スキル、エラシコ、間違えた、スキル、エラシコ。はい、あとはですね、ポルトガル、国籍ポルトガルをね、落とすことができれば、国籍ポルトガル、ポルトガル、ちょっと下の方ですね、下の方かな、上か、見当たらない、あった、はい、ポルトガル、ヒールトリック、無回転シュート、決定力、フェイントスターなんかでもいけますね。とりあえずまあ能力、決定力できますか。決定力ってことあった、はい、はい、これでも確定することができます。まずは、クリスティアーノ・ロナウドの組み合わせです。はい、次の組み合わせです。リーグスペイン、能力オフェンスセンス、そしてコンピュータープレイスタイルがアーリークロサー、これでね、リオネルメッシが確定します。他の組み合わせで言いますと、オフェンスセンスのところ、こちらをアルゼンチンにしてもらって、ここをね、シャペユにしても、メッシが確定となります。それでは、次の組み合わせいきたいと思います。はい、次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、国籍ウルグアイ、そしてスキルヒールトリック、これでね、ルイス・スアレスが、獲得できます。もしくはね、他の組み合わせですと、ヒールトリックのところ、ここをね、ラインブレーカー、クイックスター、これなんかでも、確定することができます。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。はい、次の組み合わせです。所属リーグスペイン、国籍ウェールズ、これだけでね、この2つで、ギャレス・ベイルが獲得することができます。ウェールズを使わない組み合わせですと、スピード、バックスピンロブなんかでも、確定 100% になりますけれども、まあ、この組み合わせでね、何ら問題ないと思います。はい、ということで、ギャレス・ベイルの組み合わせでした。それでは次の組み合わせいきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。リーグスペイン、セカンドトップ、アクロバティックシュート、これでね、アントワーヌ・グリーズマンがね、確定となります。グリーズマンの組み合わせですね、もしくはね、このアクロバティックシュートのところをね、ピンポイントクロス、あとはフランス、軸裏ターンとかね、軸裏ターン、ちょっとこれだけね、微妙なんでね、軸裏ターンちょっと見てみましょう。これ違う、軸裏ターン、はい、これでも確定します。もしくはね、リーグスペイン、国籍フランスで、コントロールカーブでもね、確定しますね。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせです。一つリーグスペイン、国籍地域がフランス、そしてスキルがね、軸足当て、これでカリム・ベンゼマが確定します。もしくはですね、こちら、軸足当てのところをヒールトリックにしても、確定となります。それでは次の組み合わせいきたいと思います。はい、次の組み合わせです。所属リーグスペイン、能力フィジカルコンタクト、そしてスキルがチェイシング、これでね、この選手はね、2人にまでしか、これがね、最高の組み合わせです。で、もしもラウル・ガウシアの組み合わせなんですけれども、 100% でね、オフェンシブミッドフィルダー30歳以上、そしてヘディングでね、ラウル・ガルシアは確定しますんでね、まあ、それを取ってから、この組み合わせでジオ・コスタを取ってみるのもいいかもしれません。それでは次の組み合わせいきたいと思います。
はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、能力ボディコントロール、そしてスキルアクロバティックシュート、これでね、フィリペコーチーニョが、確定となります。まあ、他の組み合わせで言いますと、ここボディコントロールのところをブラジルにしていただいて、あとはここですね、アクロバティックシュートのところをね、シザーズ、インサイドカッター、コントロールカーブ、フェイントスター、これでもね、コーチには確定となります。はい、ということでね、以上一応ね、今回はじゃないわ、フォワードをね、まあ、ずらずらっと、言ってきましたけれども、次にミッドフィルダー編いきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、国籍地域がクロアチア、そしてスキルがワンタッチシュート、これでルカ・モドリッチが確定となります。もしくはですね、ここ最後のね、ワンタッチシュートの部分を30歳以上、もしくはナンバー10でも、モドリッチが確定となります。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。はい、それではね、次の組み合わせいきたいと思います。リーグスペイン、そして、国籍ドイツ、そしてワンタッチシュート、これでね、トニー・クロスが確定となります。もしもね、他の組み合わせ行きたいときは、ワンタッチシュートのところをね、マリーシア、センターミッドフィルダー、ワンタッチシュートは今これやってますね。はい、あとはコントロールカーブ、グランダーパス、ユーティリティープレイヤー、ボールコントロールなんかでも、トニー・クロスが確定となります。はい、それでは次のね、選手ご紹介していきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。リーグスペイン、ドリブル、そしてキャプテンシー、これでね、アンドレス・イニエスタが確定となります。はい、ということでね、イニエスタはこれだけですね。はい、他の組み合わせじゃない、次の選手のね、組み合わせいきたいと思います。はい、それではね、次の組み合わせいきたいと思います。リーグスペイン、そして能力ボールダッシュ、マリーシア、これでね、3人にまで絞り込むことができます。はい、この選手ね、リーグスペインを使った確定の組み合わせがないんですけれどもね、はい、まあ、この3人、まあ、比較的後の2人はね、銀玉、銅玉とね、まあ、取りやすいんじゃないかなと思います。はい、僕もね、ディフェンシブミッドフィールドはちょっと不足してるんでね、できたらこの選手欲しいなとも思うんですけれどもね。はい、ということで、次の選手いきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、ポジションオフェンシブミッドフィルダー、そしてスキルヒールトリック、これでね、イスコと、ハリロビッチの2人に絞り込むことができます。はい、イスコ欲しいですね、神ってますからね。ちょっと前に怪我してね、果たしてどうなのかといったところですけれどもね、うん、まあ2人なんでね、まあ、もう1人の選手が、銀玉ということで、この選手もね、比較的取りやすいんじゃないかなと思います。ただね、ハリロビッチ、オークションなしで、まあ、確定させる組み合わせはないんでね、この選手オークション使ってでも、まあ、手に入れてね、イスコも手に入れたいものですね。はい、それでは次行きたいと思います。はい、それでは次の組み合わせ行きたいと思います。リーグスペイン、国籍クロアチア、能力がカーブ、これでね、イヴァン・ラキティッチが確定となります。これ以外の組み合わせとしては、カーブのところをミドルシューター、フライパス、ピンポイントクロスなんかに変えても、確定となります。それでは次行きたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、能力がフライパス、そしてコンピュータープレスタイをフェイントスターで、コケが確定となります。はい、この選手結構ね、あのハズレ黒玉とか言われたりもするんですけれどもね、能力こんな感じですね。なぜかこの選手だけ能力を見るという。はい、ということで次の選手いきたいと思います。はい、次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、能力がジャンプ、そしてスキルがバックスピンロブ、これでね、セルヒオラモスが確定となります。はい、偉大なるカピタン、ぜひともね、手に入れたいもんですね。はい、それでは次の組み合わせいきましょう。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。所属リーグスペイン、ポジションがレフトサイドバック、そしてスキルがテーダンドロブ、これで、マルセロが確定となります。他の組み合わせとしてね、テーダンドロブのところ、シャペウ、ワンタッチパス、ルーレット、これなんかでもね、確定します。マルセロね、もはや世界最高のね、左サイドバックといっても過言ではないぐらいね、結構大活躍してますね、今シーズン。はい、ということで次の組み合わせいきましょう。はい、それでは次の組み合わせです。所属リーグスペイン、そして能力がヘディング、
スキルがバックスピンロブ、これでねセルフィオラモスと、2人にね確定って確定じゃないですね、2人にまで絞り込むことができます。この選手ね、100% の組み合わせはないんですけれどもね、もうこれやったらちょっと普通に引いてもいいかなと思いますよね。ラモスかジェラルピケかが当たるというね、まあ結構いい組み合わせじゃないでしょうか。それでは次の組み合わせいきたいと思います。はい、それでは次の組み合わせいきたいと思います。リーグスペイン、国籍地域がウルグアイ、そして、ヘッダーですね。これでね、ディエゴ・ゴディンが確定となります。他の組み合わせとしてはここのヘッダーのところをねキャプテンシーに変えても、ゴディンが確定となります。それでは次いきたいと思います。はい、それではねディフェンダー最後の組み合わせ、フィリペ・ルイスの組み合わせですね。所属リーグスペイン、国籍地域がブラジル、そしてスキルがマンマーク、これでね2人まで絞り込むことができます。残念ながらねフィリペ・ルイス、リーグスペインを使った 100% 組み合わせではございませんでした。はい、ということで、次の組み合わせいきたいと思います。はい、それではね次の組み合わせやっていきたいと思います。リーグスペイン、そしてコスタリカ、この選手ね、ごめんなさい、所属リーグスペイン実は必要はありません。コスタリカとねこれでね確定します。コスタリカと、ゴールキーパーロングスローとかね、どれだったかな、ちょっともう一回見てみよう。 GK ロングスロー、これですね。はい、これなんかでも確定しますね。まあリーグスペイン星5いらないんで、うん、まあリーグスペイン星5を使った組み合わせという意味ではねケイロス・ノマスはありません。はい、まあこれで確定しましょう、確定上獲得しましょう。はい、ということで、最後ね手足提言の組み合わせいきたいと思います。はい、それでは最後の組み合わせです。手足提言、リーグスペイン、そして国籍ドイツ、そして185センチ以上、これでね手足提言が 100%、 1人にまで絞り込むことができます。あとはね、まあ、クリアリングとかね、キャッチングやら、低弾道パントキック、ゴールキーパーセンスとかね、まあ、結構ね、この選手のはね、確定になるね、組み合わせ多いんでね。はい。ということでね、まあ、以上、23人ね、組み合わせご紹介してきました。はい、ちょっと今日は、ね、長くなったんでね、試合はね、ないんですけれどもね、ちょっとね、昨日、一昨日とね、ウイレ動画上げれなくて申し訳ございませんでした。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。明日はね試合の動画やりたいと思いますので、ぜひまた明日を見てください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。